はい、おはようございます。おはよう。よく調べでございます。今日もまた視聴者さんからのお手紙が来ております。なるほど。今回も視聴者さんからのお便りで物語スタート。武井さん、こんにちは。僕は埼玉県に住む小5の男子です。この前林間学校のキャンプに行ったんですが、係の先生がキャンプの七つ道具って100回くらい言ってて受けました。でも七つ道具って何ですか？お姉ちゃんに聞いたら武井さんに調べてもらえばって言われました。だからちょっと調べてみてください。 5-2 野田敏夫。なるほどな。お姉ちゃんに聞いたんだね。じゃあお姉ちゃんが武井さんに調べてもらえばと言ったから手紙を出したってことだね。何かを調べるといえば武井壮調べみたいになってきてるな。います？武井さんの周りで生で使ってる人。この間のロケ行った時に取材先の人からじゃあ武井壮調べますかって言われたんだよな。えっつって見てますねっつって。そんな今密かに来ている武井壮調べ、今回は気になるお仕事の七つ道具を武井壮調べるぜ。まあ、せっかくだし普段なかなかお話を聞きづらいちょっととんがったお仕事を覗いてきてもらいましょう。よし行こう。武井壮調べる、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 武井壮調べる。現代社会に潜む闇、そこは地に毛量ひしめく謎の世界。覗いてみたいけど自分ではちょっと。そんな時はこの男。うわー、武井壮調べ。誰もやらなきゃ俺がやる。そして最初の目的地に到着。ここ。あら、おはようございます。エビちゃん。はい、おはようございます。おはよう。待っていたのはさとちゃんのマネージャーさん、エビちゃん。まずはモデルの皆さんの七つ道具。はい。なるほど。さとちゃん以外にもいるの？何人かな。モデルのお仕事終わりらしいんで。あ、そうなんだ。やべえ。モデルさんたちと会うわけだろ。じゃあ着替えてくるわ。早速行きましょう。じゃあってわけでまず最初はモデルさんの七つ道具から。なんか話し声が聞こえるよ。こんにちは。お疲れ様です。へい、さとちゃん。あれ、今からじゃないんですか？いや、ちょっとね、その前にもう一本撮ってんだ。じゃあどうも、はじめまして。はじめまして。武井壮です。モデルの南條由佳ちゃんと中田あすみちゃんです。南條由佳ちゃんと中田あすみちゃん。はい。さとちゃんと一緒にいたお二人にもお話を聞かせてもらうことに。こんな売れっ子モデルさんたちが出てくれるなんてありがたき幸せ。なんか日頃気をつけてることとかあるの？なんか日頃は俺らはアスリートだから、こうやって歩くときにここ固めたままこうやって歩くわけ。このふくらはぎのこの筋肉に一度は必ず全体重が乗るっていう、これを意識してるわけ。ってことは足首硬いってことですか？硬くないんだけど、うん、あのちょっとだけグッてこう耐えた状態っていうか背伸びしてるみたいな。それで筋トレになってるってことですか？筋トレっていうかね、もう日常生活になってるんだけど、それがこうガンってこうブンってこう足を蹴るとこう蹴るっていうかね、こう踏むときにちょっと強い方が1センチぐらい前に行ったりするわけ。しかも一歩で1センチ変わるとゴール地点では100メートル50歩ぐらいだから50センチ変わるわけ。すごい。そうなの。でも私似たようなのありますよ。なんだね。仕事に行っちゃったらスリッパが多いんですよ。ああ、なるほど。でもペタグスばっかり履いてると、うん、やっぱついてくる筋肉って同じところになっちゃうんですよ。なるほどね。ヒール履いた方が
綺麗な筋肉がつくので、ね、ヒールを履くようにして、なるほどな、理にかなってたってことだよね。ヒールで歩くっていうのもそういうここちゃんと筋肉が、ね、同じ似たようなことあれってことはもうほとんどなんかあれだね、同業みたいな感じだから。同業ではないけど。話し合う。話し合う。モデルと話し合う。やめてください。そっか。でもあるあるで言ったら、うん、多分あのベージュの下着はみんな絶対。うん、ああそうだね。ベージュの下着。こういう白い服着た時に透けないように。ああ色が見えちゃうからちょっと。はい、なんか柄物とか持ってないかもしれない。家に大体もうベージュしかないけど、なんかその普通の男の人からしたら多分ベージュってすっごいババ臭いって思うかもしれないですけど、うちらからしたらもう当たり前のことすぎて。仕事どう、そう、仕事着。え今日何色？ベージュだよ。ベージュ。そうだよね。ベージュなの？ちょっと夢を抱かせられないですけど。君たちベージュなの？え例えば最近気になる人とちょっと3度目のお食事なんだけどみたいな。あでも仕事場に持ってきてる子いるよね。へえ。下着を持ってきて着替えて出てくる子もいるし。そうなんだ。はい。女に変わる感じ。変わる感じね。なんだよ。マジで。だからモデルのこと。食事に行ってチラッとなんかこうカラーの紐とか見えたら、あちょっといけるのかなと思っていいかもしれない。嘘だもんマジで。だいたいベージュだから、うん、うわそうなんだ。あの子いけたのか。てなわけでモデルさんの7つ道具はこんな感じ。美容グッズはやっぱり多いんだね。いろいろぶっちゃけてくれたアスミンとゆかちゃん、でした。じゃあ行きましょうか、次の現場へ。ありがとう。ここからはさとちゃんも合流し本格的に調査スタート。続いて2人がやってきたのは六本木。ここ、はい、このビルの2階になります。 OK。 ほらモードウェイバロック SM バー、 SM バー女王様、女王様。女王様。ええ。何？行くの？さとちゃんのボンデージは見たいよな。ちょっと。行くぞ。この後、ド M 野郎必見、女王様の七つ道具。お願いします。はい。行くぞ。お邪魔します。お邪魔します。あら早速どうもこんにちは、お邪魔します。すげえなここ。じゃあどうぞこちら。いいっすか。二人を待ち構えていたのは七瀬女王様。プライベートでも奴隷5人を抱えるこの道12年のベテラン。七つ道具を調べてるんですよ。はい。でも女王様のまあ道具って言えばまあね、頭に思うかもこれですよね。ムチ。ムチ意外と軽いんだね。いろんなムチがある。うん、あシャープな音してる。ムチはシャラ持ってきたんだけど、はい、いろいろこういう、これはバラムチって言って、うん、痛みが分散されるやつで、うん、音も派手に出る感じで、うん、そんなにあれじゃない初心者向け、うん、でこれはやばいね。これやばいね。バチンつって結構耳ずばれができちゃう。でもこれすごい人気があって、ハードマゾにはハードあとはさらにはろうそく。まあそうだわな、でっけシンクのろうそく出てきた。これ低温ろうそくで、本当に SM 用なん、SM 用のろうそく。だいたい温度は52度ぐらい。まあまあだな。なるほどね。うん、そうやってみる。チョコ、そんな甘い感じで言われて。女王様いただけますか。しょうがないわね。お願いします。しょうがないわね。じゃあ手を置いて、はい、で、あのさとこちゃん動かないので彼の手を押さえつけておいてくれますか。はい、ああ行くよ。お願いします。お願いします。はい、行くよ。あっあっちゃ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 あ
いでって言ったのに。はっちぇよ。全然これぬるい方なんだけど。はっちぇよ。もうついつまむように。なんて普通。ちょっと待って。先生お願いします。お願いします。はい。でも多分大丈夫。手のひらだったら。欲しいのかい？怖い怖い怖い。いくよ。ほらね。あ、私大丈夫かも。うそ。あ、私 M かも。なんかちょっと気持ちよかったこれ。佐藤子、新しい側面出してくるなよ。これプレーの時って背中とかバーって垂らすじゃない。カーってなるから。で、その時に取るのに便利なのが。ギャーン、ちょっとこれほんと使用済み感が、デンタルフロス。あー、なるほど、紐ね。これ、女王様みんな大体持ってる。これをピッてやって、ズルッて、ズルッてやって剥がすんだ。一気に剥がれる。あー、そう、便利な。便利便利。さらに、ゴム手袋。何使うの？ゴム手？ゴム手。ゴム手は嫌な予感するな。ゴム手はもう、女王様必須。必須アイテム。必須。これは主に何に使用されるんですか？NO とかね、たまに見苦しいロン毛のパイ毛がね、はあ、生えちゃってる、ああ、いますね、人とかいるじゃん、ええ、で、お前見苦しいんだよとか言ってで、ブリッて抜くの、これで簡単に掴めるんだ。それって本当？ってことで武井さん体験だよ。そんなに行きましょう。七瀬様抜きすぎだから。バシュって聞こえましたもん今。バシュって言ったよ。でもほら綺麗になった。綺麗になった ね、確かに綺麗になった。私もやる。あー偉いね。お前もやれよ。私もやるの。さとこ様。続いてはさとこ様。おお、いっぱい使うの。いややったー、これだったらご家庭でも楽しめる。そう、楽しめる。シャープなコメントするんじゃないよ。あとこれだ、じゃん。無比。なんで？あのね、女王様ってすごいちゃんと綺麗にしてないといけなくて、虫刺されとかあると、MO になんかがっかりされる。生活感が出ちゃってるとがっかりされるんだ。そうそうそう、ダメ出しされないように。後とかつかないよ。そうそう、結構 MO のね、要求ってすごい本当高くて、はい、本当シビアで、うん、どんなお願いがあるんですか？なんか最強でなくちゃいけない。あ、うん、いてほしいわけですね。そうそう。ってことで女王様の七つ道具はこんな感じ。いじめるものだけじゃなく、 MO 君を気遣うものや女王様らしくいるためのもの、いろいろあるんだね。MO は本当に本当にマイペースで我がままだから、うん、はあ、そう、いろいろ言ってきます。やっぱりそういう育てられたりもするわけですね。もちろん、うん、今までいっぱいたくさんの MO たちに育てられてきた、はあ、なるほど。深いんだよ。みんなありがとう。そうね、ありがとう。ありがとう。 SM って、うん、S の女王様がしばき上げるとかそういうだけの世界じゃないわけですよ。 M たちは M たちの欲する女王様を育て自分の世界にこういざなうというか、そういうこともあるんですね、やっぱりね。そうそう、なんか一方的だと本当に暴力になってしまう。ですね、でも相手もそれで喜んでいるという、お互いがそれで OK ってなってたらそれは SM になるので。なるほど。一方的だとただの暴力、心が通じて初めて SM になる。七つ道具を通じて見えてきたのは深淵なる SM の世界。そして最後に女王様からご褒美が。本場の縄とムチをご堪能なさい。ございます。さとこも打たれてみたいっていう、うん、やってみる？言ってない言ってない。女王様にお願いしますわ。お願いします。
この後さとちゃん人生初のスパンキングで M 女体験。じゃあ行くよ。はい、お願いします。足を広げられる。足そうそう、じゃあ行くよ。はい。これいつだ。どうさとちゃん。びっくりした。びっくりした。でもなんかこうその後にギュッて抱きしめてくれたから好きになりそう。そして次の目的地に向け走ること2時間。やってきたのは結構な田舎。ここどこだ。海があるんだ。茨城県。うわ。何あれ。何あれ。すげえ。デコトラや。デコトラ。そう、続いてのお仕事はデコトラ乗りのトラック野郎。お願いします。じゃあ、じゃあ、風が。いやいや、よろしくお願いします。竹井です。よろしくお願いします。どうどうどう。ちょっとキャラ被っとるな。お話を聞かせてもらうのはトラック野郎の宮内さん。宮内さん、はい、ご兄弟。兄弟で。あ、ご兄弟。ちょっと似てますもんね。そう。兄弟揃ってトラック野郎の宮内兄弟、黒潮船団というデコトラ集団を率いるこの業界の有名人。いつ頃始めたんですか。この車に乗って25年だから。おー、すげー、大ベテランじゃないですか。こちらが宮内さんの25年来の相棒龍子丸。トラックの顔ともいえるフロントにはコテコテの電飾に、用途は分かんないけどかっちょいいつの。なんと改造費込みで総額3000万円。そして龍子丸には宮内さん自慢の仕掛けが。うわうわすごい。何これ。すごい。これこれこれだとね、現場どこでも入れるんですよ。そうそうそう。あ、そうか、前すらないんだ。そうなんか。じゃあつけなきゃいいのに。これちょっと中見たいっす。あ、そうそうそう。初めてだ。すごい。うわー、なんだこれ。すげえ。なんだこれ。気になる内部はこんな感じ。ちょっぴりお下品なシャンデリアに一人用に改造された真っ赤な革張りシート。すごい。キャバレーだよ、キャバレー。昔とね。すごい。なんかヤンキーの女みたいだよ。これは何？純情丸とか桐生丸。これ25年のうちにこの不景気とかやめてっちゃやめていった人、その名前を残して代わりに行ってやろうっていう気持ち。もう足りなくなっちゃったけどね、仲間も。あ、そうすか。もっと書きたいんだけどね。名前を残して代わりに行ってやろうっていう気持ち。刻まれていたのは仲間の名前。トラック野郎たちの絆の証。そしてガレージに移動していろいろお話を聞くことに。やっぱりね、トラック野郎の7つ道具なんか絶対必要なものって。ね、雑誌とかだよね、雑誌とか。カミオン。カミオンね。一番前にもう置いてあったでしょ。はい、俺の車だ。わ、本当だ。龍子丸じゃん。カミオンの表紙になっとる。そう。この業界だけなのよ、認めてくれたのは。いやでもいいじゃないですか。一つの分野でもね、やっぱり認められててっぺん取るっていうのは。失うものは多いけどね。失うもの多い？神様がね。そう、本当にそう言わないでそこは。離婚は一回だ。このぐらいよ。このぐらい、このぐらい、バツ4です。洗濯バサミ。これ何に使うの？この目を眠たい時に。うそ。そうそう。こうやってやりながらで引っ張る。そういうそういう感じ。最近だんだん聞かなくなってきたんだよね。トラックの運転手さんはやっぱりね、事故を起こしちゃいけないし、ね、そしたら信用を失っちゃうわけでも一発でね。信用もなくなる、仕事もなくなる、だから絶対失っちゃうし、だからもんだから。そうそう。だからこういう寝ないとかね、そういうのを防止するためにこういうグッズいろいろ用意してると。いろんなものね、だもう。てなわけでトラック野郎の7つ道具はこんな感じ。デコトラを磨くもの、運搬作業に欠かせないものならではのものがいろいろ。今後の行く先みたいなのなんかあるんですか。行く先もさ、夢もそういうのもないのよ本当は。だけどただやっぱり名前とか書いてあるでしょ、はい、人の辞めていったメンバーとかさ、その夢じゃないけどさ、そういうのを引き
続きやって、うんね、自分が黒潮船団ってみんなで2人で共同で作ってさ、うん、やっぱほらそういうのを形を残したい、結果を残したい、で25年乗ってる車の終わりが見たい、うん、でもさ25年乗ってさ嫁さん何回も変わったけどあの車だけはいつもいてくれたんやろ、ね、そうそうだね、あの車だけは何でも知ってる、そうそうそう、涙も何も怒りも2人の人生、そう人生人生、もうねあと何年できるかわからないけどね、いやでもなんかいいものをね見せてもらった気がするいや何事もねやっぱこういうやっぱりこの愛ですよね、あの自分の進む道に対する愛ですわね、であのお金がどうとか、うん、なんかしんどいことがどうとかそんなんじゃなくて、それをやっぱ愛している自分の人生が尊いということなんでしょうね、やっぱり、ね、いいこと言うね、そうです、いいこと、でも俺もそういう気持ちがあるんで、やっぱりねスポーツやってきてとか金にもなんなかったけど、ね、頑張って作ってきてこの体だって、いやいやいや、同じじゃない、同じような感じだね、そうそう、やっぱりこれはだから俺のデコトラみたいなもんですから、俺はこういう風になりたくてこういう体に作ってきたんで、俺のデコトラこれです、愛するデコトラ、だから宮内さんのデコトラはあそこに輝いてるキラキラした星みたいなデコトラたちだと思うんで、これは俺いいもん見せてもらったなと思います今日は、あなんか嬉しいです、なんか新たに仲間ができたような、そんな気がします、いい出会いだったな宮内兄弟、俺いや俺大好きになったわ、ありがとうございます、また茨城来た俺あそこちょっと俺リピーター多いんだから、リピータードライブしてくださいよ今度ね、ねデコテラでなんか街ブラする会とかただでさえ目立つのにぱっと見ちょっとおっかない人たちへの今回の竹井壮調べ、七つ道具のその奥に見えたもの、それは自らの仕事に対する限りない愛、そして最後に皆さんにもプレゼント、今日一の景色をご堪能あれ、綺麗だな、すげえなんか地方の歓楽街みたいだねすごいね、夜空にきらめくまばゆい光、黒潮船団ここにあり、どうか武井さん、うちの息子に夏の思い出を作ってくれませんか、どうもこんにちは、こんにちは、こんにちは、次週百獣の王が夏の終わりにちっちゃい仲間と大冒険、準備 OK よし行くぞ好きな子いんのか、今はまだ選べない、いいぞ、じゃあスランよし、スランスゴー、気持ちいいな、起きた、よし来た、これは来たよ、勝ちたかったら登録しとけい。